超カオスな格好だと思うんですけど。いやこれいつも家で着てるパジャマなんですけど、衣装どうしようって思った時に、なんかとりあえず先に髪型は全部変えたいなって思って、まあ、それに自分はツインテール、小学校の時は毎日ツインテールをしてたんで、うわぁ、うわぁ、クリスト、うわぁ、怖い、どうしよう。どこに、あ、ここだ、ここだ、大丈夫です。なぁ、ちょっとなんかこういうのは、ちょっと待ってください。今しかありえない。あ、はい、大丈夫です。いやー、緊張しました。大丈夫か。はい、私のギターをしてる人、初めて見る人、ありがとうございます。年明けてから練習を始めたんですけど、甲状腺にちょっとボコっていうのができちゃって、バセドウ病とか橋本病とかそういう類のちょっとなんか厄介な喉の病気になって、どうしようって思って1ヶ月間ライブも何もせずにただただ病院に行って休養してた時期があったんですけど、その時期に何かをしなきゃと思って始めたのがギターです。で、まだまだお見せできるレベルには達してないかもしれませんが、どうしても弾きたいので弾かせてください。あと、さっきピアノで弾いた歌は、シークレットパワーというオリジナル曲です。この歌も、高校の時に弾き語りで作りまして、高校福岡だったんですけど、その出来たてほやほやの時に音楽室で初めて聴いてくれた友達も見に来てるんですよ。その子が松山愛理ちゃんという、今女優で、東京で頑張ってる子なんですけど、すごいべっぴんな子がいたら、あ、この子かなって、あ、もっともっともっと可愛い子いっぱいいるんですけど、もっと可愛い子じゃない、まだいっぱい可愛い、違う、いっぱい可愛い子いるんですけど、ちょっと女優さんっぽいなって思った子が愛理です。はい、ちょっとごめんね、みんな可愛いよ。ごめんなさい、違う、ごめんなさい。よし、それではですね、サイレントワードという、歌を歌いたいと思います。聞いてください。